こんにちは、Dスケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日は人気ゲームを製品化しました2022年の春の新作をチェックします。先日こちらの動画で大人気ゲームタイトルからレゴの製品化が噂されているセットをチェックしましたが、このうちの一つ、ホライゾンの新作セットがレゴ公式より正式に発表されました。結論から言いますと、最高。実はこのリーク情報をチェックしていた時は製品化については正直半信半疑だったんですよね。まさか本当にレゴで発売されるとは思いもしませんでした。それでは早速見ていきましょう。76989ホライゾンフォービドゥンウェストトールネック、パーツ数は1222、価格はレゴ公式で19,80円、2022年5月1日発売予定になっています。キリンのような巨大な機械生命体、トールネックのセットになりますね。なんじゃそりゃ。って思われる方もいますよね。ちょっとホライゾンについて少しだけ説明します。こちらはプレイステーションのゲームタイトルで、オープンワールド型のアクション RPG になっています。動物や昆虫、恐竜のような機械生命体が住んでいる世界を舞台に、主人公のアーロイというハンターを操作しながら、広大な世界を探索するゲームで、第一作目のホライゾンゼロドーンが2016年に登場し、待望の続編、ホライゾンフォービドゥンウェストが2022年の2月18日に発売することになっています。すごい綺麗なグラフィックでも有名なゲームですよね。そんなホライゾンのゲームの中で数多く登場します機械生命体の中でも特に印象的なのがこのトールネックになっていまして、頭の部分が円盤のようになっていてとてもインパクトあるんですが、とにもかくにもめちゃくちゃでかいんですよね。セット名にもフォービドゥンウェストって名前が入っているので、ホライゾンの続編の方のデザインがテーマになっていると思います。そしてこちらがレゴで見事に再現されたトールネックになっています。いやーすごい、ゲームで登場しているシーンをとてもよく表現されていると思います。幅が23センチ、奥行きが17センチ、そして高さが34センチにもなっています。迫力ありますよね。そして個人的にもめちゃくちゃテンション上がったのが、主人公のアーロイのミニフィグが付属するという点なんですよね。このトールネック自体が巨大すぎるので、ミニフィグスケールにするとセットのパーツ数とかも多くなってしまいますし、製品化が難しいのかななんて考えていたんですが、さすがレゴですよね。見事にミニフィグスケールで登場させてくれました。パッと見なんですが、ちょっとアーロイのミニフィグとの比率が若干小さい気がするところもありますが、もう個人的には大満足のモデルに仕上がっています。最も印象的な頭の部分から足のつま先まで細かいところがよく作り込まれていると思います。この下から覗いて見える部分もかっこいいですよね。そして大人レゴとしては定番の黒いスタンドにホライゾンの世界観でもある白樺や錆びついた信号機もしっかり付属していて雰囲気出てますよね。こちらには機械生命体の一つ、ウォッチャーも付属しています。この目の部分は青、黄色、赤のパーツで好きな色を選べるようになっているようです。そしてこの付属するアーロイのミニフィグになりますね。全身のプリントを含み、とても再現されていると思います。すごくアーロイに似てますよね。この腕の部分にも足の部分にもプリントがあるのは嬉しいですよね。しかもこの髪型のパーツは、今回のアーロイ用に作られた新パーツだと思いますし、この耳の部分にもちゃんとフォーカスがついているのも素敵すぎますよね。はい、ということで人気ゲームタイトルホライゾンのトールネックのセットをチェックしました。こちらのセット自体はレゴのオリジナル作品ではなくてゲームタイトルとのコラボレーションしたセットになるんですが、価格はそこまで高くないように思えるんですよね。パーツ数が1000を超えていますし、しかもコラボ作品ってことを考えても1980円はとても安く感じています。さらに比べてしまうと2022年4月発売のこちらのジュラシックパークのセットはパーツ数がこのトールネックより少ないんですが12,980円になっているので、このセットがいかにお買い得かがわかりますよね。あとこのゲームタイトルからの製品化っていうのも今後加速していく気がしますよね。レゴマリオはもちろんなんですが、レゴアイデアでソニックが採用されたり、オーバーウォッチのセットの続報もありますので、流れとしては来ているのかもしれないですよね。ちょっと信憑性がまだまだ低いんですが、実はこちらのゼルダの伝説のセットの噂も海外で一瞬話題になったんですよね。来るのか来ないのか、どうでしょうかね。
ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。